ございます。ジンムです。今日は島主様に島を紹介していただく島訪問に行っていきたいと思います。やっぱり島訪問めちゃめちゃ楽しみなんですけれど、毎回ね緊張します。あ、みんなが同じエモートしてくれて可愛い。今日訪問させていただく島もジンムがたまたまツイッターで見かけて、で夢をねちょろっと覗かせてもらって、いやこれはやばい、めちゃめちゃ素敵だ、みんなに教えたいって思って、急遽島主様に連絡してお邪魔させていただく島になっています。いやもうめちゃめちゃ緊張する。そしてめちゃくちゃ楽しみなのに蚊がいる。それでは早速迎えたいと思います。はい、それではカスさんのユイピー島にお邪魔したいと思います。夢では見れない上空からの眺め、うおー、あ、早速草花の道の他のアレンジのデザインも飾られていて、全体的にレンガがすごく似合っていて、自然かける洋風の島って感じ。おお、あ、手振ってくれてます。お邪魔します。カスさん、はじめまして。こんにちは。また今日もね、島主のカスさんにはジンムの声をボイスチャットの方で聞いていただいております。そして入り口、ちょっと早速気になるところがあって、手洗い場水が出てる。しっかりと手を洗っていきます。ちょっと入り口からオリジナリティに溢れてるけど、このプレゼントは夢見ようかな。いいんですか。本当ですか。そんなお気遣いなく。ありがとうございます。ちょっとね、入り口の方をちらっと確認していいですか。ウェルカムっていうボードの前デザインがものすごい可愛い。このね、普通の四角の前デザインを飾るってやるとね、こんな風に飾れて、これをうまく活用した島くりになっている。前デザインお借りしている。いや、めちゃめちゃ素敵な前デザインですね。それでは案内よろしくお願いします。ついていきます。おー、もう早速ノームさんが園芸ワゴンをね引いてくれている姿が可愛い。ノームさん、こんな大きなものもちゃんと引けてるように見えるね。素敵だ。あ、ここも待機場にちゃんとなっていて、あ、奥に見える電話ボックスがすごくいい味を出してますね。うちのノームは働き者、本当？ジムの島もね結構働かせてるんだけど、もしかするとカスさんの島はそれ以上の労働環境が整っているかもしれない。あ、カメラを横に倒した時の後ろのサイルがたまらん。あと、ちらっとね、デコイさんもいますね。かわいい。そして、そして、こっち側に行くと、おー、洋風の柵かな？もうすごく綺麗に使われてて、道が本当にかわいい。そして、ここは、ミニ洋風エリア。おー、あの、たぬき商店と、レーベルセスターズのお店が洋風エリアにすごく合ってて、いや、この二つのさ、建物って家具の置き方によって可能性無限大だよね。いろんな風に見える。海岸の方に歩いていて、あ、これもビビさんの前デザイン。あ、すごい、コインランドリーかな。あ、コインランドリー、よかった。洋風の島でとってもおしゃれさんだから、日本のコインランドリーのイメージとは全然違う。棚の上に乗っているテレビ、これがいい。これめちゃめちゃ白のテレビが枠の色が合ってて、とてもマッチしています。そしてここを抜けていくと、おー、裁縫場所。クッションが縫われてるのかな、これ。あ、すごい、机の上にクッションを置くことでクッションをね作っているっていう設定がすごくわかる。あ、この使い方の発想全くなかった。すごい。お店のテーマがなかなか見ない発想。でもその中にさりげなくこういうテレビとか、普段おしゃれなところにあんまり使わないような家具もしっかりとおしゃれに見せていくところがすごい。段ボールもバッチリ置いてあって、帽子を飾るのもめちゃめちゃいいね。この洋風のお店エリアを抜けていって、おー旗のフリフリが本当にたまらんかわいい。このちょいちょい貼ってある前デザインのおしゃれさ。ああ、そして、石の端？周りが崖に囲まれた。なんかさ、この石の端すっごいぷっくらして見える。それでいて、奥に、
案内所が見える、このボケ方めちゃめちゃ好き。バシャ、あ、手詰めちゃったいや、すごい案内所前広場。いや、これはかわいい。なんだろう、ここからね、見たときはこの橋のもっこって感じで案内所が見えなかったんだけど、登ったときにふーっと見えるのがたまらん。あ、そしてクリスティーヌちゃんが奥に見えます。あ、トタキキもいるこの噴水広場もめちゃめちゃ素敵。ウェディングの柵をすごく上手に使われていて、おー、すごい。このベンチの置き方とかも、いや、洋風な感じ。全部の島には洋風的なエリアはなくって、で、今度洋風エリアみたいな島くりもチャレンジしてみたいなと思ってたんですけれど、いや、これめちゃめちゃ参考にさせていただきたい。このガーデンベンチとこの噴水の茶色かなのリメイクが本当にいい洋風感を出している。街灯もすごい茶色で色が合ってますね。洋風めちゃめちゃいい。島全体が洋風×自然って感じですかね。半分は自然オンリー。めちゃめちゃ楽しみ。いや、いいねここのノームさん好き。そしてそして博物館前広場。博物館前エリアも左右にカフェスペースだったりとか、あ、望遠鏡とかもある。めっちゃいい。あの黒のランタン、樽の上に乗ってるのもいい。そしてそして、わあ、すごい受付。そしてこの右側には、これどうなってんの。あ、なるほど。あの恐竜にね、受付から食べられちゃってますね滝の崖を作ってその中に恐竜を埋め込んで、化石の台座の部分がうまく隠れてるからマジで食べられてるみたいこれすごい。こんな発想ない。泣いとくかあ、寝ちゃったいや、すごい、ちょうど食べられますね。そして石獅子が入り口に飾ったり、あ、ここは芸術的な像が飾られてますね。いや、すごい。そして待って、右側に、で、右にはフートの研究室。これもこれも段差がつけてあって、ゴミが捨てられないフーター。確かによく見ると結構散らかってますね。あ、これ微妙に隙間から海岸からも入れるのかな。いや、いいな、こういうさ、ちっちゃい崖の中にお部屋みたいなスペースを作って上からね、覗けるようにしてるところが本当に素敵。パシャ。そして階段を降りて博物館の手前の崖の細道を通っていくと、あ、すごい遺跡エリア。おー、このピラミッドの使い方と、こんなスフィンクスみたいなのあったんだ。これ全然使ってる人見ないから、結構ジム初めてレベルで見たかも。ジョニー閣か。あ、ちょうどね、今朝ジムもね、ジョニーから手紙もらったけど、あ、そうだ、ジムが今日手紙でもらったやつこれだったんだけどこれこれ怖くない？これだった。ジムもこのピラミッドとかがいいんだけど、なんでこれなの？いや、めちゃめちゃすごい。この辺から、ちょっと待って待って。あのさ、カメラの角度変えたら、右の奥にも、すごい大きな化石がいて、なんだあいつ。すごい、幻想的すぎるんだけど。いやー、すごい。夜は月もあるので映えます。あ、そういうことか。月がね、あの像に、かぶって見えるからか。すごい。いや、ここは感動的な、なんだろう、観光エリアですね。お、そして、奥に進むのかな？こちらの奥に進んでいくと、あ、こんな隙間から、また行けるんだ。待って待って、この上にも、あ、研究所。これは風太くんの研究所の続き？おー、すごい。風太くん思ったよりも、あそこの狭い部屋だけかと思ったら、こっちの部屋も持ってるけど、ちゃんとこっちの部屋も散らかっている。お、そして、お部屋にもお邪魔できるということで、お邪魔していこうと思います。この辺かな？おー。さっき見えてなかった、見えなかった。あー、ブラキオサウルス、これか。すごい。
めちゃめちゃすごい。っていうかこんなに化石をおしゃれに使ってる人初めて見た。いや、すっごいおしゃれ。おしゃれ？なんだろう。壮大？いや、ほんとすごい。化石かわいいね。こうやって使うとかわいくなるんだね。いや、ジムとか化石ね、全部もうね、なんだろう、埋めちゃった。から、もうちょっと見直します。めっちゃ勉強になります。そしてカメラの角度変えると、わずかに奥に、ノームさん。ノームさん工事してな、あそこ。おー。あそこも水が出てるけど、ノームちゃんと働いてますね。いや、すごい。ノームさんもしかしてこの恐竜たち従えてるの？すごくね。優秀なノームさんですね。研究所を降りて、さらに奥に進んでいくと、あ、ここはさっきの、上から見えていた部屋にも入れる。いや、いいね。こういうどうやって入るんだろうみたいなところも、ちゃんとね、入れるようになってるところもめっちゃ好き。広場の左側に、エオフエリア。おー。いや、この橋もすごい好き。そして、おー。いや、このさ、アーチタイルの床の、めちゃめちゃ似合う島ですよ。奥の檻とかもいい感じだし、あ、ここにもさりげなく噴水と、あとスズランがたくさん埋まってますね。いや、めっちゃ素敵。あ、郵便局。ここが入り口かな。お、ジムさんのお手紙屋さんを見て思いつきました。うん、嬉しい。めちゃめちゃ YouTube もね、見てくださってるって言ってくださって、そう、すごく嬉しかったんですよ。メッセージを送ったら見てるって言ってくれて、で、このお手紙屋さんのアイデアも、あの、こう、こんなに素敵に応用してくれて、いや、もう本当にすごい。やっぱこの奥のさ、シンプルパネルに、ポスト？棚を作って、お手紙屋さん風にするのめちゃめちゃリアル感出るよね。この受付もすごい好き。そしてね、電話ボックスも確かにお手紙屋さん要素だわ。いや、これはすごい。ちょっと都会風なね、街の中にあるお手紙屋さんって感じですね。パシャ。いや、素敵なお手紙屋さん。ね、マイデザインは本当にね、みんな感謝して使いたい。そして、こちらの檻を通り越えていくと、おぉ、ここは？おぉ、カフェ。いや、洋風エリアにはやはりカフェが欠かせないですよね。もう、カフェをいっぱい作りたい。カメラモードで見ると、まあ、こっから結構さ、左にも右にも崖があるから、奥まで映える。もちろんこのね、カフェスペースも映えるんだけど、やっぱところどころのウェディングの柵の使い方が本当に上手ですね。ごめん。そして、こちらに見えた階段を登っていくと、手前側に最初に行く。あ、ここは、ジャックくんのお家。ね、ジャックくんのお家めちゃめちゃおしゃれ。あ、緑と茶色かな？家の外観に合わせて家具がチョイスされてますね。あ、確かにジャックくんこのマウンテンバイク乗ってそうだもんね。あ、チェスとかやってそう。いや、すごいジャックくんの雰囲気になったお家で素敵だ。おー、カスさんの自宅。ピンクと白を使った。あ、お家の外観めちゃめちゃ可愛いですね。こんなの色にもできるんだね。なんかさっきまでの洋風エリアは、どちらかといえばね、シックというか大人っぽい茶色を基調としたところだったんだけど、ここはね、白も使われていて、すごく可愛い。今度はカフェの奥に行きます。いや、道があちこちに繋がってるね。自然に入るのまた。すごい。そんな切り替えがいっぱい。お？ここを登って、もしかしてここが、絶景スポットだったり？おー、すごい！ノームさんが二人、デコイさんが一人見える、滝が美しいエリアだ。正面にまっすぐ降りてる滝。めちゃめちゃ綺麗だね。いや、これは映える。斜めの石の橋を渡っていく。あ、これはレンコンさんの前デザイン。
ここでもね、映え写真が撮れますね。あ、ここからカメラを起動すると、サイドもね、映ってとってもいい感じ。ドヤ顔しとこ。こっちの手前側にも、なんと、休憩スペースが、おぉ、入っていいかな？おぉ、すごーい。え、こんなさ、え、川に囲まれてる。どうなってんだ、これ。あ、地図表示しとこうか。迷子になるもんね。おぉ、この母のペン立て、茶色のリメイクで、暖炉とソファーがめちゃめちゃ似合ってる。あ、上にノームさんもいる。これは警備ノームさんかな。働いてるって言ってたから。で、この道の奥を進んでいくと、ちょっと和風。おぉ、わぁ、このね、桜家具のランプと、ね、竹とね、タヌキが出てきて、ちょっと和風になってきた。おぉ、あんどんも可愛く飾られていて。いや、すごーい。この空間に和風エリアまで詰め込まれていて、いや、めちゃめちゃ素敵だ。あ、こっちは何だろう。いや、いいね。この竹のスクリーンの茶色のリメイク、ジムもお気に入りなんですけれど、それをね、うまく使ってお風呂上がりに寝るところを作ってくれている、いや、最高の温泉の広場ですね。はしゃ。そしてね、ちょっと奥に見える電車も気になるところですが、お、いいかな？おぉ、電車がいっぱい走ってる。駅だ。おぉ、すごい。このさ、線路の前デザイン、おしゃれだね。海岸にめちゃめちゃ似合ってる。そしてね、ここでね、電車を待つと、もうこんだけいっぱい電車走ってたらね、楽しすぎでしょ。いやー、ここは多分5分に1回は必ず電車は来るはず。いや、すごい。こっちの奥も？おぉ、石のところの使い方もめちゃめちゃ、素敵だ。いやー、すごい。ここも電車待機場？休憩スペース。いや、ここでね、ゆったりとね、目的地の電車を待つと。いやー、和みますね。パシャ。奥にも灯台が。おー。石の、奥の石の使い方ですよ。灯台と、ドラム缶とかを活用して、あ、ちゃちゃ丸がいるんだけど。ちゃちゃ丸もこれ灯台見に来たの？いやー、めっちゃすごいな。テトラポット、確かに、これか。これなかなかうまく使えなくって、ジムの島にもポンって捨ててあるんだけど、これ可愛く使ってますね。柵と組み合わせると本当に洋風な感じが出るのかな？今度は、この坂の上を登っていきましょう。おぉ、ここも、はしごを持って、ここはね、あ、工事中で行き止まりだから降りていくと、おぉ、ここも休憩スペース？あ、絵を描いてるな。お絵描き広場かな？お絵描きをするところ。おぉ、いや、めっちゃいい。いや、ここでね、滝の音を聞きながら、音楽を弾きながら、ゆったりとね、絵を描いて、眠くなると。いや、めっちゃ素敵なエリアだ。個人的にはこの降りたとこの奥が行き止まりになってるところも好きですね。そう、寝ちゃう。寝がち。休憩スペースがいっぱいあるからたくさん寝たくなるよね。今度はこちら側の道を歩いていく。お、そしてそして、ここからは、キャンプエリア。おぉ、キャンプ場のね、看板が飾られてて、あのオムさんちゃんと警備してて、お疲れ様です。おぉ、すごいかっこいいキャンプ場になっていますね。結構空間的には、小さい幅なんだけれど、その中にギュッと詰め込まれていたりとか、あとおそらくこの上の高台の方も、キャンプ場にちなんだ家具が置いてあるのかな？こうカメラモードで起動した時により、1画面に全てが収まるからめちゃめちゃ良い。あ、ちゃちゃ丸いた。ちゃちゃ丸、さっき気になってたぞ、君のこと。
じゃあちゃちゃまるに話しちゃおうかな、こっちの島の。やっほー、おーす、へへ、驚かしちゃったか。悪い、おいらテンション上がるとつい声が大きくなっちゃうんだ。うちの島のちゃちゃまると同じだね。お前この島に遊びに来てるんだよな。おいらちゃちゃまるって言うんだ、知っとるぞ。他の島の人と友達になれて嬉しいぞ。仲良くしてくれよな。ダッチ、ダッチだってかわいい。え、ダッチってくじくじかわいい。この桟橋、斜め桟橋を渡っていき、糸とかもおしゃれだな。でこいさんの石の上に、あ、ちゃちゃまるのお家、ちゃちゃが経営するキャンプ場。おー、というかさ、ちゃちゃまるのお家もこんなにおしゃれさんな感じになるんだね。いや、めちゃめちゃすごい。あ、ここでねご飯食べたり作ったりして楽しく過ごす。うわ、カニ。焼いてる。カニ焼いてるじゃん。美味しい、それ。え、今夜は新鮮なカニ。え、そのカニって美味しいの？ちょっと美味しいか定かではないが、まあ美味しくいただくとしよう。まあ、食べるのちゃちゃまるが先に食べてもらうからね。美味しかったら食べる自慢も。このちゃちゃまるのお家の奥に進んでいくと、キャンプ場といえば恋。告白する場所。ちゃちゃまる。おー、ここは、愛の結晶が散りばめられていて、ここでね、愛を誓い合うんですね。いや、これさ、ちゃちゃまるがさっきキャンプ場を経営してたってことは、ちゃちゃまるが考えたのかな。ちゃちゃまる意外と納金じゃない。そうなんだね。意外とちょっとアホそうに見えて、実はね、ちゃちゃまるは変態さんだったのかもしれない。いや、めっちゃいいね。いや、でもちゃちゃまる思いやりがある最高の子だよ。そして郵便局まで戻ってきて、今度は手前側の、お、ミニ果樹園。ほんとだ。果物の木が5個全部埋まってますね。出荷もね、される。そしてここに座って、あ、右側にじゅんくんも見える。じゅんくんも一緒に映る？はい。あ、あっち向いちゃう。あ、こっち向け。よし。撮りました。いや、かわいい。いいね。こういうちっちゃな果樹園もかわいいよね。あ、フランソワちゃんもいる。そして、あ、この手前側には、我が島の電力を賄っている。おー、ここにソーラーパネルと風力発電所がありますね。おー、すごい。いや、洋風のさ、島だから、自然ももちろんいっぱいなんだけれど、ちゃんとね、町には電力とね、風力、ん？電力など必要なので、こうやって自然の力をね、活かして、町を発展させてるっていうところが、いや、リアルな設定だし、いや、これ必要だもんね、絶対ね。いや、すごい。素晴らしい、このエリアを作っていることが。この浮き輪の置き方とかもめちゃめちゃ好き。いっぱいある。こうみんなで集合写真とか撮れそうだよね。そしてランプが、このグランドライトが真ん中に置かれてるのも好き。お、そして左側？おー、いや、いっぱい寝るとこあるぞ。母さんの島はいっぱい寝るところがあって、めちゃめちゃ癒されますね。二人で一緒に写真撮りますね。おー、これちょっとしたところに DIY スペースをバッチリ置いてありますね。水が、水が、あ、これ座りながらも水止めれるんだ。新発見。左側に進んでいくと、なんか上にもちょっとちらっと畑とか見えるかも。先に砂浜、はーい。砂浜もなんかもう全部作り切ってるのかな。あ、ここは白い、え、傘屋さん？すごい、見て、この手前の傘たちを。うわ、ここめちゃめちゃすごい。そのさ、海岸の波々に従って、傘がくるって、こう曲線に飾られているところとか、傘立てがめちゃめちゃいっぱいあるところとか、いや、本当にすごい。こっち側にも白いっぽい家具のエリアとか、お、
ここの家はブーケちゃん。ブーケちゃんち可愛すぎでしょ。なんだこのナチュラルピンクは。ブーケちゃんといえばなんかアイドルアイドルシーンから、もっとね、ド派手な外観かと思いきや、まあ、こういったナチュラルピンクと白を使っていて、でそのね、白の雰囲気に合ったお家の周りになっておりますね。かわいい。ここも細道つながってて、桟橋があると、おー。いや、いいね。釣れるんだね、ここで。先ほど見えた橋を登っていきます。おー。今度はまた、茶色めな落ち着いた色になってきて、階段の手前に檻を置くんだね。これもおしゃれや。おー。いやー。ここから見える崖とかもめちゃめちゃ綺麗なんですけれど、リンゴとかみかんも飾られていて、いや、道々が道を歩いてるだけで見える景色が本当にすごい。ここは岩をしっかりと集めておられる。あ、そして先ほどちらっと見えた畑と採掘場、いや、すごい。いや、これはスイカ畑ね。めちゃめちゃ軽いスイカ畑があって、陶器の茶具とかで水をやってるのかな。で、そしてね、綺麗に並べられた採掘場。いや、石集めるとしたらやっぱりこの形にしたいよね。こちらの奥側に行くと、あ、さっきからちらっと見えていた、滝とかが一望できる。じゃじゃーん。おー、渓谷が。めちゃめちゃよく見えますね。いやー、ここは映え絶景スポットですね。いや、すごい。あの左奥にさ、ちらっとパッチくんのお家が見える気がする。そこもすごく好きですね。パッチくんも働いてるの？みんな労働してるの？あの島での安らかな暮らしをしてるわけじゃないんだね。みんなしっかりと働け。おお、ぐるっと崖の方を回っていくと、さっき通ってた渓谷が見える。おー、ここに座ってカメラを起動すると、さっきまで歩いていた道ぐるっと回ったところが一望できますね。いや、すごい。あ、ちゃんとこっから見えるようにノームさんが置かれてたのかな。こっちを向いてくれてますね。ぐるって一周回ると、さっきまでいたところがまた違った風景で見えるところも本当に好き。ちゅんくんの釣り堀。おお、あ、ほんとだ。ルアーをしっかりと準備してくれてて、釣った魚も飾られてますね。おお、いい。これもちゅんくんが意外と釣りが趣味ってところもいいね。絶妙に気持ち悪いけど、タガメさんがあれ、なんだっけ、タガメだよね多分。バケツに飾られてるから、バケツはおしゃれだね。タガメさんね、中は見たくないけどバケツはおしゃれ。でもジュンくん、飛び盛り時代は散らかったお家に住んでたから、こういう空き缶とかも似合うね。そしてこの小道を通っていき、左側に行くと、もう自販機も置いてある。やっぱどこか自然の中に都会味があって好き。そして奥に進んでいくと、え、なんか可愛い青い家もあり、おー、黒い電話ボックスと時計台もおしゃれに飾られていて、そしてどんどん進んでいくと、え、なんかあちこちに見える景色がすごい。え、さっきの渓谷へ行きます。え、行けるのか。あ、このキノコエリアを抜けていて、これもね、さっき上から見えたところだね。おー、おー、すごい。え、さっき上からね、見えてたところの下の橋も渡れるようになってました。いや、すごいな、この地形を。そしてこの細い滝がめちゃめちゃいっぱいあって、え、滝の水の流れをこだわっています。いや、すごい。これすごい流れじゃない。あ、ここもね、止まってないでちゃんとため池になってるんだね。え、すごいな、この細かさよ。そしてこの橋を渡って、上から見えたパチくんが働いてる場所
パチくん何屋さんですか？蜂蜜？蜂蜜屋さんだ。いいね、クマのプーさんみたい。蜂蜜、子グマだしね。めちゃめちゃ美味しそう。しゃ、そしてさっき奥にちらっと見えていたお家にはこのぴょんぴょんでゲルト。おお、ここはシベリアくん？お、シベリアくんのお家周りですね。いや、すごい、めっちゃおしゃれ。あ、パソコンとかも使って絵本をね、読んでパソコンで調べてってやってるのかな。いや、なんかやっぱどことなく全体的に洋風な感じというか、少し発展してる技術が取り入れられていて、あ、消しちゃった。あ、やば、シャットダウンしちゃってる、 YouTube 見てるのに。いや、ほんといい、そこが好き。で、斜め橋、先ほどどこに戻ってくると、あ、さっきの橋からも行けるんだね、なるほど。で、そしてまたこの小道を進んでいくと、この池のさ、これもすごい好き。デコイさんがいっぱい住んでますね。渓谷ね。いや、渓谷めっちゃいい。みんなおしゃれに、ほんとに、渓谷と川を使うね。あ、そしてここは、あ、これはまさかの、クリスチーナ&フランソワちゃんが、並んでおります。そして、もちろん BGM は、キキアイドル。いや、これは、とびきりかわいい。いや、すごい。まず外観のね、おしゃれさに加えて、茶色のね、と、緑がいっぱいの影でまとめられています。そして、ノームさんがね、働いてると。ここなんか、売ってるのかな？植物。植物屋さん。いや、いいね。お花じゃなく、ジムの島だとお花屋さん作ってるんだけれど、こういった緑の家具だけを売っている、ん？草を売っている、草やサボテンを売っている植物屋さんっていうのも、いや、おしゃれな感じでまとまるから本当にいいね、草。草ばっかり売ってて、それもおしゃれさんには必須だからね。いや、すごい。この手前からのね、裁縫スペースとかも好き。そして、そして、お、あ、はい、手洗います。ちょいちょいこのさ、手洗い場所あって好き。そして、ここはちゃんとね、水が止まってました。お、モームさんがお香を焚いてたり、洗濯物が池の上に干されてたり、あ、ここは急にオレンジの明るいエリアになりましたね。いや、ほんと至る所に休む場所。いや、このオレンジめちゃめちゃ可愛いですね。またさらに奥の小道に進んでいきます。え、待って待って、すごいの見えてるけど、いや、全体的にこの小道の高台から見える眺めがやばすぎる。常吉が居候する場所。いや、常吉贅沢やろこれ。めちゃめちゃ贅沢。わー、すごい。でも、どことなくゴミとか置いてあって、あ、大砲とかね。あ、え、え、待って、これ撃たれるの痛いんだけど、びっくりした、知らなかった。痛いよ。めっちゃ知らなかったんだけど。あ、ここには海賊シリーズの家具が存分に使われてますね。このね、海岸のところも、え、人形さんとノームさんとが、マシュマロ焼いてる。常吉来ねえなーって言ってんのかな。悪い話をしてんのか、やっぱ悪なのか、こいつのお金は悪に手を染めた結果なのか。え、こっちも行けんの？おお、あ、ここさっき上からちらっと見えたエリアで、え、大きなスターライトがめちゃめちゃおしゃれ。星カフェ、あ、星カフェか。いや、すごいな。星カフェっていうのめちゃめちゃいいネーミング。かわいい。え、ジムもスタークロックが大好きなんだけれど、あ、ここしかね、座れないのね。このごちゃっとエリアを作るためにはね、座る場所の犠牲もいとわないでしょう。いや、本当にごちゃっとしてて大好き。モームさんしっかりと働いてる。でも、クマさんが主なお客さんなのかな？お、そっか、ここにも階段があって、降りていくと、ちっちゃなサブキャラさんかな？のお家と、ここにも癒しの砂浜エリアがあります。あ、寝ちゃえる、すぐ寝る。ここにはね、扇風機もあって快適ですね。手前側には、貝殻のアーチの茶色とか
濃い茶色のね、休憩スペース、補修が見えるのかな？靴が脱ぎ捨てられているから、ここでね、休んだ子たちが海に入って、また上がってってやってんのかな？エリアが区切られているから、写真映えが本当にすごいんだよね。そしてさらに手前に行くと、この貝殻のランプとか、スターライトを使ったピンクの家、道があって、でさっき手前側にはブーケちゃん家があったけど、その奥にちらっと見えていたのが、ペリーヌちゃんのお家。かわいい。ピンクの家具はペリーヌちゃんのお家に合わせて配置されてたのかな。いや、すごいかわいい。そして奥の海岸も進んでいくと、今度は紫と黒だ。いや、カラフルだな。いろんな色のエリアが連なる海岸。おー、ここもお絵描きができるスペースかな。いや、めっちゃ好き。このさ、カラフルさがジムはすごく気になっていたんですけれど、この海岸は特にカラフルな感じで、いや、いいね。いろんな色の海岸の参考にもなるし、歩いてるだけでめちゃめちゃ楽しくなる。お、サブアカの家もできられてる。ここのお家もお部屋があるみたいなので、お邪魔したいと思います。お邪魔します。なんか外装見てたらちっちゃいのかなと思ったら広いし、シックなカフェ。いや、このさ、家具の置き方のセンスよ。こんなおしゃれに置けるちょっと待って、シックだけどお金見えるんですがこれは怪しい。お金が、あ、やはりそうですよね。しかも署名これめちゃめちゃ怪しい匂いがしますね面白い。ここはカラオケだ。いや、マジでカラオケだ、これは。すごい、完全に再現してる。あ、本当だ。アイドルのポスターがあるところもめちゃめちゃ再現されてますね。このカラフルなスポットライトに、このエアコンね、エアコン、室外機に。この壁紙もすごく可愛いね。でもこういうね、あ、ちゃんとインターホンもある。いや、めちゃめちゃカラオケを再現されてる。いや、ここで歌っていきましょう。最近カラオケね、行けないよね。なかなか密な空間になっちゃうからね。でも、あつ森ならカラオケに行けるよ。最高の空間だ。そして、何この橋。あつ森カラオケ行きたい。遠くからもいろいろ見えるけど、さっきのね、自宅に戻ってきたんだ。かさんのおうちの部屋を覗いていきたいと思います。白のおしゃれ空間に、リビングだそうなんですけど、檻をね、使うのが本当にうまい。こんなさ、お家に檻飾っておしゃれになることある？ここは、バスルーム。ここにもさ、檻が、うまく使われてますね。お子さんの、リーピーさんのお部屋。ということで、リアル子供部屋。かわいい。これかわいいですね。たくさん運動してね、大きくなってもらいたいですもんね。雑貨屋さん。すごい。めちゃめちゃかわいい。このさ、時計をいっぱい貼ってて、なんか明かりもすごく、スターライトクロックのぼんやり具合が似合ったエリアになってて、ここにもバッチリ檻を活用してて、服とか帽子とかも売ってますね。最後、自信作？めちゃめちゃドキドキするんですが、徹夜？なんと、じゃあ行きたいと思います。出来たてほやほやのそのエリアは？すごーい。空飛ぶ絨毯。いや、すごいこれ。ノームさんがね、この雲の上の夜空の上を、夜空を空飛ぶ絨毯で移動していると、いや、
すごいすごい、みんな大集合してて、月もね上手に飾られていて、でこの空飛ぶ演出を醸し出していますね。ジムも今バッチリね絨毯に乗ってるんで飛べますよ。正面にはアラビアンだね。あ、先導土偶なんだ、ほんとだ。土偶さんが念力を使って飛ばしてるのかな。いや、ものすごい力を使っていますね。正面のツタンカーメンもちょっと気になるね。特別な力が溢れた、とても素敵なお部屋というか、空間でした。いや、もうめちゃめちゃすごい。こちらの高台に登ると、すごい、見てこれ。いや、なんかね、どんな絶景かと思ったら、廃墟、森、廃墟の森。いや、これなかなか見ない絶景じゃない？なんだろう、大自然とか、まあ、美しいエリアとか、そういう絶景はツイッターとかでもお見かけしたことがあるんだけれど、廃墟の森だってよ。そんな発想ある？いや、あの、奥の電柱とか、あと何よりやはり芸術品の像とか、あとジョニーの塔、五重の塔かな、がめっちゃうまく使われていて、でチラチラ見える趣のある家具とかも廃墟感を出してますね。いや、すごい、これは大絶景。昔栄えた学校の椅子とかも置いてありますね。あの左の奥にある学校の椅子と机は古い廃墟の学校のイメージを想起させますね。いや、めっちゃすごい。左上の前ね、ね、めっちゃ気になってた。てか、なんだろう、ちょっと哀愁漂って見えるんだけど、左上の前。このね、古びてしまった様子をあそこからずっと眺めてたのかもしれないね。すごい。お、そして手前側に降りて、なんか、ここに気になる階段置き場。え？あ、まだ下がある、これ。すごい。なんだこの地形。なんだこの階段の使い方。おー。あ、すごい。バッチリいけるじゃん。ね。いや、ここに階段を使うのは結構贅沢だけれど、でも、それだからこそ誰もやらないでしょ、これ。すごすぎる。もう、大拍手ですよ。いや、これは大絶景。てれててかわいい。横にしてもかわいいね、ここだと。横向きのカメラでも、すごい景色が広がって見える。いや、めちゃめちゃ最高です。あー、流れ星が流れると、幻想的。いや、夜も絶対幻想的ですよね。はい、いかがでしたでしょうか。今日はカッさんの EP 島にお邪魔しました。あの、最初入り口夢見で見た時に、一見洋風かける自然のすごく素敵なおしゃれなエリアかと思いきや、こういった廃墟のスペースだったりとか、あと海岸のね恐竜の化石がいっぱいあるスペースだったりとか、なんか冒険してるようなエリアもたくさんあるし、あとはカラフルなね海岸を使ったエリアもあるし、いや本当に色とりどりな素敵な島でした。いや、本当に感動しました。カッさん、ありがとうございます。で、島の市のカッさんのウェブアンチ公開してくださっているので、こちらに掲載させていただきます。ぜひ皆さん、夢見てください。そしてね、カッさんのツイッターの方も概要欄に掲載させていただくので、スクリーンショットや夢バンチ更新の情報など、ぜひチェックしてみてください。もしこの動画がいいなって思ってくださった方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それでは、ジンムでした。バイバイ。カスさん、ありがとうございました。